続いては海にまつわる話題をお伝えする海と日本プロジェクトです。この企画のポスターコンテストなどでの入賞をきっかけに活躍の幅を広げる大分市の女子高校生を取材しました。パソコンに向かって作業を進める生徒、大分市の鶴崎工業高校3年佐藤由衣さんです。去年開かれた海と日本プロジェクトのポスターコンテスト海ポスで同級生3人とともに全国およそ4000人の中から入賞を果たしました。こちらが佐藤さんの作品です。旅行で訪れた広島県の宮島のポスターを自分が撮影した写真を使って制作しました。鳥居はちょうど工事中でしたが、ユーモアあふれる表現でその魅力を伝えています。唯一その全国で撮ったのが海ポスで、やっぱり私自身のこうやる気を出すこう活力にもなったし、やっぱり自信としても今でも残っています。そんな佐藤さん、去年のラグビーワールドカップで大分市のボランティアのユニフォームにデザインが採用されました。さらに九州独自のプロ野球リーグに参入する大分ビーリングスのロゴも手掛けるなど活躍の幅を広げています。自分の作品を通してこう社会に役に立ったり、その人の何か少しでも役に立ったり、こう元気になってもらえたらなって思います。また佐藤さんとともに入賞した他の生徒は卒業後、就職や進学先でデザインに関わっていく予定です。自分が行くのが卒業アルバムを制作するところなので、その見る人とかが元気になったりとか明るい気持ちになれたらいいなというふうに思ってます。人が見た時にこれは見たこともないとか面白みのあるデザインをしていきたいなって私は思ってます。新たな場所で大きく羽ばたこうとしている女子高校生たち、今後の活躍が楽しみです。海と日本、海と日本プロジェクト in 大分県、最後までご覧いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。